うちの子やたら好奇心旺盛で困っている、こんな悩み持っていないでしょうか。今回はですね、この好奇心旺盛な子供っていうのは、将来有望なのかどうかとか、あとは、そういったこのね、メリットデメリット、このあたりをちょっといろいろねお話ししていきたいと思います。はい、お子さんがね、好奇心旺盛だったら親としてどう感じるでしょうか。嬉しいって方もいれば、ちょっとね、いろんなところに意識がいってちょっと困るって方も多分いらっしゃると思うんですよね。ただこれは親の育て方次第で結構才能を引き出すことができるんですね。ただ間違った対応をしてしまうと、結構このせっかくの能力を潰してしまうってことにもなります。つまりうまくサポートすればいい特徴になりますし、間違ったサポートすると悪い特徴になっちゃうものなんですよね。なので今日はじゃあどうやってサポートするかってところまで含めてお話ししてきますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、でまず最初に、じゃあ好奇心旺盛な子ってどういう子って話なんですけど、これ簡単に言うとね、自分が知らないことに興味や関心を持ちやすい子、これが、好奇心旺盛な子というふうに言われます。具体的に言うと、例えば友達をやっていることに対してね、自分もやりたいやりたいっていうことありますよね。これは好奇心旺盛な子がやっぱ言いやすいんですよ。水泳をしていてね、それ見て、あ、私もやりたいとかね。あとは新しいことを始めるのが大好き。例えば、生徒会とかね、学級委員とかがクラスで募集された時に、あ、やってみたいとかね、そんな何やるかも分かってもないけど、とりあえずやってみたいみたいな、これも好奇心旺盛な特徴がある子が結構言うような言葉ですね。あとは知らないことがあると、とにかく人に聞いて知りたがる、というのも好奇心旺盛な子の特徴です。なんで雲は浮いてるのとか、なんでなんかね、水は下に落ちるのとか、僕らからするとね、当たり前に思っていることでも、やっぱ子供たちって結構疑問があるんですよ。でそれをどん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 追求したいと思うのが、やっぱ好奇心旺盛な子の特徴ですよね。で、じゃあこれらの子っていうのはどういう長所とか短所があるかっていうと、まず長所はやっぱどんどんね、知識が増えていきますよね。例えばこの雲はなんで浮いているのっていうのを聞いた時に、じゃあ親が教えてあげたり、あとはね、Google で調べたりすると、そうするとこれで知識増えますよね。あと、夢を見つけやすいっていう特徴もあって、いろんなことにこう挑戦していくわけですよ。サッカーもやってみたい、野球もやってみたい、水泳もやってみたいみたいなね。そうすると、その中から、本当に楽しいことが見つかることがあるんです。すると、それが将来の夢につながったりするんですよね。なので、将来やりたいことが見つけやすいという、結構いい長所もあります。ただ、短所としては、結構ね、この興味がね、ポンポン変わっていくので、同じことを続けるのが苦手っていうのはありますね。あとは、興味があることは長く続けられるんですけど、ちょっとでもなくなったら、すぐにやめたくなってしまうっていうのが、一つあります。はい、じゃあ、こういった子はね、将来活躍できるのかって話ですけど、これ最初に言ったようにね、親のサポート次第なんですね。興味の範囲が広いわけなので、子供の気持ちをね、尊重してあげたら、どんどんこれ知識を得ていきますよね。で、その中からやりたいことが見つかれば、やっぱ夢につながってくるので、プラスにやっぱ働くわけですよ。ただ、興味がないことはこれ続かないので、とにかく早くいろんなことを経験させて、子供の中で興味があることを見つけてあげる。これがね、もう全てです。で、逆にですよ、これやってはいけない対応としては、この、興味がないことは続けられないっていう特徴があるんですよ。なのに、せっかくね、こう始めたんだから、せめて1年はやりなさいとかね、子供が興味なくなってきているのに、で、他のことやりたいって言っているのに、いや、そんなもったいないから、もっと続けなさい、みたいな対応してしまうと、せっかくのこのね、興味、を持ちやすいっていうね、この好奇心旺盛の特徴を、潰してしまうことになるので、これはちょっと注意しておいてください。はい。じゃあ、どうやってね、具体的にサポートしていけばいいかっていうと、まずは、この子供のね、興味を応援してあげるってことが大事です。もう何々してみたいとかっていう風にね、言ったら、もうとにかくさせてあげる。何々って言ったら、そんなわかんないって言うんじゃなくて、親が調べてあげるとかね。そうすると、この興味、好奇心旺盛の欲を満たせますよね。これとにかくやってあげてください。多少親はね、時間とかかかって大変ではあるんですけど、これもね、大事な教育かなと思います。で、あともう一個が失敗を恐れないっていうことですね。先ほど言ったように、せっかく入ったんだから続けないとっていうふうにね、思ってしまうのは、やっぱもったいないとか、ここでやめたら失敗したことになってしまうみたいな気持ちから結構起こることが多いんですよ。なのでそれは逆にね、もったいないことなので、もう失敗を恐れず、とりあえずやってみてダメだったらやめるぐらいな感覚でいろんなことをやらせてみたり、していった方が、こういった子は才能伸びやすいですね。なのでこの辺はちょっと意識してお子さんにね、向き合っていただくといいかなと思います。はい、ということで今回は、
好奇心旺盛な子どもは将来有望かというお話をしました。ちょっと細かい説明はホームページにまとめてあるので、よかったら概要欄からこちらも参考にしてみてください。